鈴鹿小判。鈴鹿小判は、日本の競争馬、シュ馬である。同世代に、ミスター CB、カツラギエース、日本ピロイナー、シャダイソフィアラがいる。また、関西は、立党所属馬は、弱いとされていた時代に、その対象格として、GI 戦線で、息の長い活躍をした。なお、バレエは、急表記で統一する。鈴鹿小判の生まれたビラトリ場は、今でこそ、 サイレンス鈴鹿を送り出すなど、馬産地として、なお知られているが、鈴鹿小判が生まれた当時、馬産の中心は、静内町、向川町、伊達市、紋別町といった日高地方の海岸部が中心であり、その当時、平取町で、馬産を行う農家はどちらかというと、少数の部類に属していた。母、砂竜小判は、天皇賞優勝馬力栄館の全員妹であるが、 競争成績は未勝利のまま引退。普通ならそのまま廃用になるところを、小祝農場の基礎輸入品馬である、フロリースカップに遡るいう優れた血統もあり、繁殖品馬になる。鈴鹿小判はその発語となる。鈴鹿小判は生まれた頃から周囲の期待が大きく、この子は絶対、マルゼンスキーの代表産区になりますよ、とことれていた。 鈴鹿小判は1982年に立党の小林実る旧社に入級し、11月の中京競馬場の新馬戦でデビューするが、結果は11着に終わる。その翌週、新馬戦2戦目で勝ち上がり、400万下条件のサザンカ賞に挑戦するが5着に終わる。3歳児の競争成績は3戦1勝着が1回。開けて4歳になった。 鈴鹿小判は400万下条件戦、矢車賞を連勝し、東京優秀、日本ダービーに挑戦するが、結果は思わしくなく、日本ダービーの前に、叩き台として出走したオープン戦では6等5着、本番の日本ダービーでは、後の三冠馬、ミスター CB の10着と力の違いを、一方的に見せつけられて春シーズンを終了する。夏の休養期を挟んで、 菊花賞を目指し、秋の神戸新聞杯から復帰する。夏の休養期での馬体の本格化が、周囲の予想以上に進捗し、単勝7番人気の低評価を覆す一着。地震初の重傷制覇となり、一躍、関西馬の有力候補として名乗りを上げる。しかし、自走の京都新聞杯でレース中のアクシデントで5着に、敗れたばかりか。 そのアクシデントの影響で本番の菊花賞を回避することとなった。4歳児の成績は9戦3勝2着1回3着1回弱外1回。その後、鈴鹿小判は、GII は、高想、GI は、赤杯を繰り返す、勝ちきれない、シルバーコレクターになってしまう。次に勝利を挙げたのは、神戸新聞杯から1年後の京都大賞店である。 その間の成績は発生して0.32.3。掲示板5着以内を外したのは天皇賞春の7着のみである。理由としては Mr.C.B. 桂木ギエースに代表される名場が同世代に存在して中か勝てなかったことや鈴鹿小判自身が Mr.C.B. の次に強いと評価されており、たとえ Mr.C.B. らが出走しないレースに出走しても今度は 鈴鹿小判がマークされてしまういった事情もあった。また、鈴鹿小判はレースでの位置取りを優位に進める足を持っていたが、勝負所で出す足が決定力を欠いており、レースのゴール直前で前に行って刺される、刺しに行くと刺し切れず、といった、歯がゆいレースが続いた。5歳児の成績は9戦一勝2着4回3着2回着外2回。6歳児、同期の三冠馬。 ミスター c b の他に、シンボリルドルフもコバ戦線に登場し、コバチャンピオンロードは、この二頭による2強の様相を呈していた。そんな中、1985年の宝塚記念は、シンボリルドルフの出走が確実視されたこともあって、勝負を諦めた厩社から、早々の出走回避が相次いだ。シンボリルドルフは出走登録され、出馬表にも発表されたが、 レース当日になって、客部不安を起こし出走を取り消しとなった。このためレースは2強不在の急騰立てとなった。レースオッズはこの年の大阪杯でミスター CB に勝った、ステートジャガーが、単勝1.9倍の1番人気。鈴鹿小判はそれに続く4.4倍の2番人気になる。レースは、ウィンザーノットの短期逃げで始まり、残りの馬たちは、ステートジャガー。 鈴鹿小判をマークする展開となる。第4コーナーを回った最後の直線、第3コーナーからまくっていった、ステートジャガーが、ウィンザーノットに並びかけ叩き合いに持ち込むところを、後方で足を溜めていた、鈴鹿小判が、外から、まめてかわし、先頭に立つ。その後、桜外線の猛追を、首差しの義優勝となった。5度目、グレード制導入前の日本ダービーを含めば6度目の、 挑戦にして、初めての GI 制覇。このレースの勝利機種インタビューで、主戦騎手の村本義行は、この馬で大きな仕事をしたいと思っていたので、とても嬉しいと語っている。この勝利は、関東馬にやられっぱなしだった、関西馬にとって、久々のビッグタイトル獲得であった。6歳児の競争成績は7戦1勝3着3回着外2回。宝塚記念の後、 以前と同じ歯がゆいレースが続く。再び勝利を挙げるのは秋シーズンの京都大賞典。このレース後、天皇賞、秋に挑戦する。しかし桜井豊王の7着に敗れてしまい、再び脚部不安を発症する。8歳になってから調教に復帰するなど、陣営は現役続行に執念を見せたが、結局その後はレースに出走することなく引退した。 7歳児の競争成績は6戦1勝3着2回着外2回。その後、鈴鹿小判は4歳から7歳まで4年連続で重賞を勝ち、その中には GI の宝塚記念が含まれていることから、その成長力と実績を買われ、守護馬となる。同時期に、ミスター CB やシンボリルドルフ、カツラギエース、日本ピロウィーナーといった名馬がおり、 唯一の GI アンの宝塚記念にしても、彼らが出走してこなかったレースでの勝利という子もあり、馬産地での評価は低かった。しかし、地方競馬で大活躍する産区が続出し、結果として、マルゼンスキーのサイヤーラインを継承する一頭となる。後継種ゴ馬は少ないが、中央競馬に所属して、ブリーダーズゴールドカップなど、重賞4賞のデュークグランプリ。 北海道競馬で重傷を発症し、ブリーダーズゴールドカップも2着の笹の工場、同じく北海道競馬で重傷を5章したクラキング王がいる。クラキング王は、故郷のクラミ牧場で2006年から自家守護馬になり、ただ一頭の初年度産区であるクラキンコ、ヒーンは、母クラシャトルが、父母史二代三頭による、北海優春制覇を含む。 頻馬初の北海道3冠を達成する。しかし、それから間もない2010年10月に死亡し、クラキンコを含めて、わずか3頭しか3区を残せかった。ただクラキンコの前弟のクラグ王が、北海道競馬などで、オープン戦を勝利し父と同じく、クラミ牧場での自家守護馬となった。鈴鹿小判クラキング王クラグ王の父兄は、マルゼンスキー系の最後のラインである。 デュークグランプリと笹の小判は、これといった産区を出せず、守護馬を引退している。他、重症価値馬多数、マルゼンスキー産区の傾向である、脚部不安に悩まされる、中、長距離に強い、馬体が大型化傾向にある、という特徴をわかりやすく受け継いでいた馬であった。しかし、他のマルゼンスキー産区の活躍馬が、現役時代の華々しい活躍の割には、 種ボ場時代には目立った成績が残せなかったのに、対して本場は地方競馬で活躍場をコンスタントに排出し続け、種ボ場としての評価が低いことが災いして、3区の多くが地方競馬に流れたことや、平坦小回りで直線距離が中央競馬のそれに比べて短い地方競馬の馬場に合っていたことなどが要因として挙げられている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。